はい、整体院ルーツケアの太田です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は、病気、腰痛を治すために重要な考え方というテーマでお送りさせていただきたいと思います。でですね、今日はですね、この考え方というところなんですが、まずそもそもですね、病気あるいは腰痛だったり、肩こり、何でもそうなんですけど、体を治すために大事な条件2つあると思っておりまして、その1つがですね、病気を治すための方法というものがあると思います。で、その方法っていうのは、例えば腰が痛かったら、例えば湿布を貼るとか、お薬を飲むとかですね、あるいは病院で電気治療をしたり牽引治療をしたりっていう方もいらっしゃると思いますし、あるいはリハビリをしたりですね、整体に通うとか整骨院に通う、針に通う、こういった方法があると思います。それと同時にですね、大事になってくるのが、この病気、自分の体を治すためにどのような考え方をしてその治療に臨むのかっていう部分も非常に大事になってくるかと思います。でですね、今回はこの方法というところではなくてですね、この考え方、病気と向き合う、そして病気を治すときに重要になってくるこの考え方のところですね、ご説明させていただきたいと思って、このような動画を撮らせていただいています。で、今日の動画の趣旨としてはですね、私ですね、帯広市で整体院ルーツケアというところでですね、院長をさせていただいているんですが、何をもってですね、じゃあ皆様のお体を見させていただいているかと言いますと、このオステオパシーという、治療体系があります。これアメリカ発祥の医学なんですが、このオステオパシーの考え方、そしてこの原理原則というところですね、これを、日々患者様に、向き合わせていただく中でですね、この原則を用いて、この考え方を用いて患者様とのお体をですね、おっと、ごめんなさい、し、はい、シリが反応してしまいました。はい、ということで、オステオパシーの原則を持ち、あ、ちょっとシリさん、これどうやって消すんですか。はい、すいません。はい、申し訳ございません。ということで、オステオパシーの原則を用いてですね、治療に当たらせていただいておりますが、この考え方ですね、非常に自分の体を治す上でですね、大事な考え方になってくるかと思います。というのもですね、いろいろな原則これから説明させてもらうんですが、この原則を頭の中にご理解いただいた上で、日々の例えばストレッチだとか、日々のその薬、投薬治療だったり、いろいろ治療方法あると思うんですが、これをご理解した上でですね、治療の方法、いろんな治療に臨むのと、この考え方が全くない中で日々のその治療に向き合うとですね、やはり結果というものが僕は変わってくるかと思います。なので、今日お話しするような内容をですね、一つちょっと参考にしていただいてですね、あなたの腰痛、あるいはどんな病気でもこれ一緒です。原理原則は全て一緒なので、日々の辛い症状に向き合っていただければと思って、今日はこのような動画を撮らせていただいております。はい、それではですね、早速中身に入っていきたいんですけれども、オステオパシーで重要になってくる原理原則の一つ目がこちら、身体は一つの単位であるという原則になります。で、体というのはですね、まず一つ、これが重要な考え方なんですが、そもそも、よいしょ、そもそも体というのは全てつながっていますよというような考え方になります。人間というのはですね、まずはじめ、精子と卵子が合わさることによって受精卵というものができてきます。そこからこの受精卵という一つのこの細胞がですね、2つに分裂して、4つに分裂して、そしてまた8個に分裂して、16個に分裂してっていう形で、どんどん細胞の分裂、細胞分裂を繰り返してですね、例えば骨になっていったり、あるいは筋肉になったり、内臓になったり、皮膚になったり、神経になったり、血管になっていく、この細胞分裂を繰り返して行われていきます。で、もともとはですね、そもそも一つの細胞から成り立っております。ですね、なので全ては一つの細胞から起こってるんですよっていうところとですね、よいしょ、
体というのはですね、すべてつながってます。ちょっと絵があんまり上手じゃないんですが、こういうふうにですね、体はあると思うんですね、皆さんね。こんな体がありますが、この体もですね、頭の先から足の先までですね、すべての組織はつながっております。これ何でつながっているかというとですね、膜ですね、膜組織。膜組織でつながっております。よくですね、筋膜っていう、筋膜リリースとかですね、お話聞いたことあられる方いらっしゃるかと思うんですけれども、筋肉の表面の膜だけを指しているわけではなくてですね、全ての膜ですね。例えば内臓の周りにも内臓の、膜がありますし、内臓と内臓をつないでる、膜組織もあります。あるいは内臓と筋肉の間にもこう膜、でつながっていますし、そもそも筋肉というのは筋肉から腱になって骨にくっついてくる。でその骨の周りにも骨膜というものがありまして、それらも全てこう、全身を覆うように、つながっております。でですね、これ患者様にもお伝えさせてもらうんですが、例えば腰痛、腰に痛みがありますと、腰が痛いですってなった時ですね、じゃあ全てのその腰痛の原因は腰にあるのかというと、そういうことではないんですね。例えば肩の方で何か組織が癒着を起こしていたりだとか、過去に例えば足の骨折をしてて、足の骨折の骨膜だったり、あるいはその周りの筋膜、あるいは靭帯が固まってたり飛行してたり、あるいは癒着していたりとかするとですね、これ全部つながってるわけなんですね。だからここで癒着が起こってたりだとかすると、それらの組織はこっちに引っ張られやすくなったりですね、肩の方に問題があったらそっちに組織が引っ張られやすくなったり、そういうのがですね、ありとあらゆるところで起こってきます。ですからこれ腰痛一つとってもですね、腰だけを見ていくのではなくてですね、全てのつながりをイメージして治療をしていくわけです。ですから例えばですけれども、じゃあ腰が痛い方、腰だけを自分でストレッチ頑張ってしたところで、腰の痛みが取れない方っていうのも、たくさんいらっしゃるわけなんですが、それはやはり体のその全体の状態を整えていくことによって腰にかかる負担を減らしていく必要があるわけです。ですからさまざまなストレッチ方法とか出てきますけれども、この考え方、原理、原則ですね、一つの、そもそも人間というのは一つの、ユニット単位であるんですよと、これをぜひ頭に、ご理解いただきながらですね、日々のその運動だったりストレッチだったり投薬治療とかにもですね、活かしていただければなというふうに思います。これがですね、非常に治療をする上でも大事ですし、僕がですね、患者様の体を見させていただく上での治療ってことですね、整体、施術ってところですね、でもすごく大事になってきますし、患者様がですね、自分の体を治すときにもすごく大事な考え方になってくるかなと思いますので、これまず一つですね、体というのは一つのユニットでありますということですね。はい。で、2つ目のオステオパシー、体を治すために重要な考え方、2つ目が、体は自己調節、自己治療、自己調節機能だったり、自己治癒能力というものを持ち合わせておりますよというところですね。はい。私も患者様に見させていただきながら、患者様の体を良くするために、日々診療ですかね、臨床に当たっているんですけれども、何をやっているか、何を目的としているかというのがここの話になります。オステオパシーってね、聞き慣れない、言葉でもあるかと思いますし、知らないよって方もいらっしゃると思うんですが、何をやっているかというとですね、例えば頭を触ったりとか、足を触ったり、膝を触ったり、全身内臓を触ったり、いろんなところが治療対象、治療部位になってくるんですけれども、結論何をしているかっていうとですね、これをやってるだけなんですね。自己調節機能だったり自己治癒力というところを上げる目的でやっております。で、最終的にはそれで患者さんの体が良くなっていく方がほとんどなんですけれども、何をやってるかというと、この自己治癒力を上げるためにやってます。で、これ 何なのかというとですね、結局はですね、要するにあなたの体はあなたの体が治してくれるんですよっていうことですね。例えば自分、私がですね、患者様の何か魔法をかけてですね、腰痛消えろ消えろってエネルギーを出して、このエネルギーによってあなたのその腰痛を消し去りますみたいなことをやってるわけでは当然なくてですね、
ただ患者様、あなたの、体のその機能が高まって、体の自己治癒力が高まって、ただあなたの体がちゃんとその、腰痛だったら腰痛、膝の痛みだったら膝の痛み、っていうものを自分で治していってくれる、その手助けをしているだけです。はい、なので、世の中にですね、魔法というものはありません。ないので、何か、治療者がやったことによって関節をバキン戻しました、これで痛み消えましたとかっていうのはないんですね。病気が治るっていうのは体自身がしっかりと治るための仕組みが構築されてって、それによって、まあ、普通に治るってことがただ普通に行われていくだけなんですね。でそれを手助けする、アプローチになります。はいですね。なので大事なのは、よいしょ、大事なのはですね、魔法なんてものはないですよということですね。まあ、おこがましいんですけれども、治療者というのは、治療を施すことによって何かものすごくね、体に変化を起こして、まあ、変化は当然起こるんですけれども、変化を出していくのが整体なんですけれども、それで、その治療主義によって、痛みを消し去るっていう考え方ではないです。こちらをですね、ぜひ日頃の、自分自身の症状の改善にお役立ていただきたいんですね。で考え方としては、自己治癒能力っていうのも体にあるので、どんだけ痛くてもですね、どんだけそのあなたの痛みがずっとずっと続いていたとしても、あなたの体はあなたの、その痛みだったりっていうものを常に常に治そうとしてくれてるんですね。ですからその力を、ぜひですね、信じていただいて、信じるというかですね、まあ、このこういう力がありますから、まあ、例えばですね、骨折とかしてもですね、骨がちゃんとずれていなければ骨ってくっついていくんですね。これまさに自己治癒能力だと思います。あるいはどっかで転びました、膝すりむきました、血出ました、ね、でこれも、まあ、数週間経てば元通り戻ると思うんですけど、これも自己治癒力ですよね。はい、なので、自分の体に全て自分の体を治すための薬っていうのは自分の中にあるということをですね、ぜひご理解いただきながらですね、日々のその治療に、生かしていっていただけたらなというふうに思います。はい、よし、今日は、はい、で次3つ目ですね、構造と機能は相互に関与する、こちらも日々考えながら施術整体に当たっております。でこれもですね、まあ、2つ目のところとも似てくる部分ではあるんですけれども、まあ、構造っていうのは何のことかっていうと、まあ、解剖ですね。解剖、まあ、具体的にもっと具体的に言いますと、例えば筋肉の構造だったり骨の構造だったり、あるいは内臓の構造、内臓がどの位置にあって、どの位置にくっついて、じゃあ肝臓が肋骨のじゃあ右側にあって、じゃあどのくらいの肋骨の高さにあって、じゃあどのぐらいの下は、位置に肝臓があってとかですね、胃の位置はここにあって、あるいは脳みその構造はこうなってて、そこから脊髄神経っていうのが走ってて、で脊髄神経がどのあたりからこう伸びていって足の方まで神経がつながっていくかとか、まあ、それがまあ構造ですよね。体の構造、まあ、要するに解剖学になります。そしてこの構造、体の解剖学とその機能っていうのが、まあ、生理学になりますね。生理学、はい、機能は相互にここは関連し合っているってところがすごく重要になってきます。はい、例えばじゃあ機能は何なのかっていうと、例えばですね、呼吸機能とか、人間っていうのは呼吸をしないと生きてはいけません。あるいは、循環機能とかですね、人間っていうのは、血液がですね、心臓によって拍動することによって全身にきれいな血液を供給しています。でそして次は全身に行った、きれいな、酸素だったり血液っていうのはいろんなところに吸収されて、汚いって言ったらですね、まあ、汚れてしまった血液がまた戻ってきて、また、肺の方でですね、きれいにされて、また心臓でポンプとして全身に送られていく、これ循環機能ですね。あるいは免疫機能ですね、例えばどこかで、
外で遊んでるとですね、やっぱり外にはたくさんのウイルスがあるわけですね。ウイルスが入ってきた時に体は免疫機能というのが働きます。はい、それも一つの機能ですよね。あとは代謝の機能とかですね、もあると思います。暑いと体は勝手に汗をかくしとかですね、まあ、いろんなそういう機能ですね、内臓機能、消化吸収機能とかですね、まあ、そういうないろいろな機能があるんですけれども、これらの機能っていうのは体の構造と相互に関連し合ってますよってことです。つまりこれ何が言いたいかっていうと、例えばどこかの関節の動きが悪くなりました。でその関節の構造が破壊されると体のその生理的な機能にも影響しますよっていうことですね。です。まあ逆に言うとですね、例えば、すごく緊張してしまって何かの、例えば何かオーディションがありますってなったらすごく緊張すると思うんですね。でそうなると自律神経が 高まったり、興奮したり、あるいはですね、胃の方に不調が出てしまうとかですね、いろんなそういう体の機能ってあると思うんですが、内臓の働きが悪くなることによって、それによって構造が変化する、っていうこともあるんですね。だから、体の機能が下がってしまうと構造にも変化するし、体の構造が変化することによって体の機能も落ちちゃうしとかですね、で逆に言うとですね、その構造を良くすることによって体の機能を上げるっていうこともできるんですね。で整体、施術、オステオパシーでじゃあ何をやってるかっていうと、この構造に対して基本的にはアプローチしていきます。はい、腰痛の原因は様々なものがあります。内臓の状態が悪いこと、関節の動きが悪いこと、あるいは筋肉の動きが悪い、固まってしまっている、はい、背骨が歪んでいる、こういう構造の破綻があるとですね、体の機能、循環機能、呼吸機能、こういうのっていうのは先ほど2番でお伝えした自己中能力、自己調節機能にも影響してきます。ですから何をやっていくかというと、この構造の状態を良くすることによって機能を高めて、自己中能力を高めて、で先ほどもお伝えした通り、あとは勝手にお任せするんですね、体にですね。あなたの体がしっかり治っていくようなきっかけを与えて、それによって体が勝手に体自身の問題を解決に導いてくれると、そのきっかけを与えているだけなんですね。じゃあ何をやってるかっていうと、この構造的な問題、破綻しているようなところを見つけていって、その動きを良くしていくことっていうのを基本的には考えていきます。はい、ですね、っていうことを考えてやっていくわけです。ですからもしあなたがですね、何かどこかが痛い、どこか体の不調があるって思った時にはですね、もうすでに何か構造の破綻ですね、構造がうまく動いていない、関節がうまく動いていないとか、筋肉がすごく固まってしまっているとか、内臓が、固まってしまって内臓機能がうまく果たされていないとか、何かそういう、ですね、あとはですね、何か、交感神経が働きすぎているとか、副交感神経が働きすぎているとか、何かそういう何か構造的な、問題と機能っていうのは常にこうリンクし合ってるんですね。だから何か症状が出るっていうことに対して、必ずそれには原因があるわけです。ですからその原因っていうのを、まあ、構造的な部分であればですね、それを解決に導いていっていくわけです。はい、だからあとはもし何か腰痛だったり肩こりだったり、何か日々の何かね、内臓の不調だったり悩まれているのであればですね、こういった構造の問題っていうのは必ずあります。でこの構造的な問題は治せるものと治せないものっていうのがありますので、まあ、この治せるものに関してはですね、ここを徹底的に排除していきましょうってことなんですね。でそれをやっていきたいんですけれども、なかなかこの構造の、自分自身の体の構造をですね、自分で、見つけていく、感覚的になんかここがおかしいなとかね、ここがなんかずれてるなとか分かる方もいらっしゃるかと思うんですけど、全てをね自分で見つけていくことっていうのは難しいとは思うんですけれども、ぜひこの考え方をねイメージしていただいてですね、何か構造、体の何か問題があるんだな、筋肉が硬いんだな、関節が硬いんだなとかってあればですね、そこをですねより、重点的にアプローチ、自分でストレッチしたりだとかですね、することによって回復できる可能性もありますし、その問題点が強いところを、重点的にその、まあ、やっぱストレッチとかですね、していくことが大事かなというふうに思います。
で、それが分かればいいんですけれども、まあ、分かんない方はですね、その体の専門家に、まあ、力をですね、まあ、頼っていただいてですね、それで自分の体をですね、ぜひ、まあ、評価してもらうというかですね、そういったところも一つ問題を解決するためには、まあ、大事な考え方になってくるかなというふうには、思いますと、はい、いうことですね。はい、はい、なんか言い忘れてることがある気がするんですが、はい、お伝えしたいことは、まあ、そんなところになります。はい、よし。で、そしてですね、オステオパシーの原則、まあ、体を治すために大事な4つ目の原則としては、合理的な治療というのは上記3つの原則ですね、この3つの原理原則に基づいて行われるんですっていうのが、まあ、4つ目の原則になってきます。まあ、4つ目はですね、1、2、3、っていうのを、上手にですね、用いて治療をしていきましょうっていうことですね、が4つ目に書かれております。はい、なのでですね、まとめさせていただくとですね、まず体っていうのは一つで全てつながっているんですよってことですね。そして体っていうのは自己調節、自己治癒能力っていうものがあるんですよ。そして3つ目、構造と機能というのは相互に関与しているんですよと、でこの原理原則のもと、治療っていうのは行われるべきなんですよっていうところですね、がありますので、まあ、最初冒頭でもお伝えさせていただいた通り、あなたの体辛いことたくさんあると、あ、辛いことたくさんあるというかですね、辛い症状ある、と思うんですけれども、それをですね、治すためにはいろんな方法をね、試されている方いらっしゃると思いますが、ぜひですね、この考え方ってとこですね、方法はいろいろありますが、と今日お伝えしたこの考え方ですね、これも非常に大事になってくると思います。はい、ちょっとですね、ご自身でですね、今の悩み、いろんな症状あると思うんですけれども、ぜひこの考え方どうですかね、ちょっとイメージしていただいて、あ、もしかしたら自分の体、今までこういう治療してきたし、こういう考え方のもと、何か薬に頼ったりとかですね、注射したりとか、まあ、いろいろありますよね、まあ、リハビリしたりとか、ね、整体院、治療院通ったりとか、されてると思うんですけれども、じゃあなんで、そのね、どうして体は良くなるのかとかですね、どうして私の体はこんな痛みが出るのかとかですね、そういったことをちょっと今一度ですね、今日のこの原理原則をですね、ちょっと、なんでしょうね、体に落とし込んで、ちょっと日々の治療に当たっていただければなというふうに思います。そうすると、もしかするとですけど、今までと同じようにやってたことが、考え方を変えるだけで、もしかしたら少しですね、症状が改善に向かっていくかもしれませんし、例えばですけれども、まあ、何かストレッチをしてますと、毎日ストレッチしているんだけど、ただね、病院で言われたことをやってるけどなかなか良くならないって方もですね、こういった考え方をベースに頭でイメージしてですね、あ、今私の体はこうだから、ここをしっかり、緩めなきゃいけないんだとかですね、そういったところ、そしてその自己治癒能力を高めるためにやってるんだっていうところですね、これはですね、ストレッチもそうだし、運動もそうだし、あるいはですね、例えばですね、病気を治すために大事な要素として睡眠っていうのもあるんですね。睡眠をしっかりとっていく、そのためにはこういった考え方があるから、しっかり睡眠をとるようにしようとかですね、はい、やっぱ睡眠をしっかりとれると自己回復能力っていうのも変わってきます。はい、基本的に人間っていうのは寝てる時に体を、組織を再生させたりですね、負荷がかかったところを回復に導いていくのは基本的には睡眠の時に行われてますし、あるいはですね、質問であるのがですね、アルコールは控えた方がいいですかとかってですね、聞かれることもあるんですけれども、まあ、お伝えさせてもらうのは、控えれるんだったら控えてくださいってことですね。これもですね、やはりこういったところにもつながってくるわけですね。例えばアルコール、要するに体にとっては基本的には毒なんですね。毒です。で、その毒を分解するために肝臓がですね、かなりエネルギーを使ってですね、その肝臓がそのエネルギーを使って毒素を分解してくれる役割がありますよね。でと同時に体にはいろんな辛い症状がある中でですね、そういう栄養分とかエネルギーというのが解毒の方に、アルコールを分解する方に使われちゃうと、なかなか体を治す方向にですね、その栄養分が使われなくなってしまいますので、まあ、そういった意味でもですね、アルコールを控えた方がいいですよとかですね、まあ、全てですね、まあ、体っていうのはつながってますし、できることをですね、最大限やってほしいなというふうに思います。
痛みだったり、病気っていうのはですね、長くなればなるほど治すのが難しくなってきます。はい、当院に来られる患者様もですね、いろんなケースあるんですけれども、やっぱり短い、症状が出てから短ければ短い方が症状を治すのは、簡単になってきます。簡単です。ただですね、長くなればなるほどやっぱり難しくなっていくんですね。はい、でそういうお話も患者様にさせていただくんですけれども、やっぱりですね、全ての患者さんが良くなってほしいなっていうふうに僕自身は思ってます。はい、なのでちょっとね、脱線してしまいましたけれども、こういったところですね、体っていうのは、まあ、痛みが出ててもそれも体を治すための反応だったりするわけですね。炎症っていうのも、痛みが出てしまうんだけども、それは体を治すための反応ですと。はい、だから痛みにも、まあ、ある意味意味があるというかですね、そういったところもですね、考えながら日々辛い症状の回復改善に、ちょっとね、考え方を利用して、日々の辛い症状の改善にですね、同じこと2回言いましたね、はい、改善の方に体をね、導いていっていただければと思います。はい、それでは今回はですね、ちょっと長くなりました。かなり長い動画になっちゃいました。26分もですね、ちょっとベラベラと喋っておりましたけれども、本当ね、ステファシの原則がね、すごくね、人間の体の仕組みの原理原則なんです。はい、これですね、本当知っていただくだけで人生変わる方いっぱいいらっしゃると思うので、ちょっとね、何度もこういった動画、ちょっとね、この辺のね、なんだ、原理原則ですね、頭に畳み込んでいただいてですね、病気の改善、病気に打ち勝っていっていただきたいなというふうに思います。それではちょっと長い動画になりましたけれども、今回は、これで、終わりにしたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。よし。